ハットトリックは日本出身の競走馬である。引退後はアメリカ合衆国を中心に種牡馬として供用された。主な勝ち鞍に2005年の香港マイルチャンピオンシップがある。馬主のキャロットファームに重賞初制覇をもたらした。馬名はサッカー用語で一人の選手が一試合で3得点以上を上げることを意味するハットトリックから来ている。2004年5月8日、東京競馬の未勝利戦で柴田義富を背にデビューし、2馬審査で勝利。続く500万下条件戦のボタン賞も勝ち、7月のラジオ短波賞で重賞初挑戦。2番人気に押されたが、9着に大敗する。その後、夏場の休養と天馬屋を挟み、安城も武豊に乗り換わって、自己条件の成田ブライアンメモリアルを快勝。続く、清水ステークスも勝って、オープン入りを果たす。年が明けた2005年の京都金杯で1番人気に、応え重賞初制覇。続く、東京新聞杯も勝って、重賞連覇を果たした。その後、マイラーズカップで9着と敗れると、安田記念、毎日王冠、天皇賞と掲示板に上がることもなく、苦戦を続けたが、名手オリビエ・ペリエを背にマイルチャンピオンシップを制覇、GI ウィナーとなり、さらに冬の香港マイルでは、大外から差し切り、海外 GI を制した。そしてこのマイル戦4勝が評価され、同年の JRA 賞最優秀短距離馬を受賞した。なお、馬名が、サッカー用語のためサッカーボーイの産駒と勘違いされたのか、最優秀父内国産馬部門でも、同馬への無効票2票が投票された。2006年初戦は、中山記念であったが12頭立ての11着と、大敗を喫してしまう。そして2度目の海外遠征を行い、ドバイデューティーフリーに出走する。安田記念で敗れた浅草田園には先着するが、それでも15頭立ての12着と完敗した。さらに日本帰国後の安田記念では、直線でつまずく不利もあり、13着と大敗した。そして次の宝塚記念では、いつもより先行しての競馬を見せるが直線で伸びきれず7着に敗れた。さらに続く毎日王冠では12着、天皇賞では8着、マイルチャンピオンシップでも8着と敗れ、この年は一度も掲示板に乗ることなく1年を終えた。2007年、休養を挟んで出走したマイラーズカップでは、直線で追い上げるも6着止まりだった。その後、安田記念を目指して、調整を重ねていたが、アメリカのウォルマックファームなどの海外から種牡馬としてのオファーに、馬主のキャロットファームが応じ、5月8日に現役引退を発表、米国と南半球を、半年ごとに行き来するシャトル種牡馬として第2の生活がスタートすることになった。通算で8勝を挙げたが、勝ったレース以外はすべて掲示板を外しており、2桁着順も5回記録するなど極端な成績を残している。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。引退後はアメリカに輸出された。日本国外で種牡馬となった。サンデーサイレンス産駒は30頭以上いるが、ハットトリックはその中でも飛び抜けた競走実績を持つ馬であり、種牡馬成績も他馬とは隔絶したものとなった。なお、サンデーサイレンス産駒の GE1 馬のうち、種牡馬となったのは28頭いるが、ハットトリック以外の27頭はすべて日本国内で供用されている。2008年からケンタッキー州レキシントン近郊のウォルマックファームで、種牡馬入りし、初年度しつけ料は$15,000。ここを拠点に、シャトル種牡馬として、オーストラリアのインディペンデントスタリオンズでもつなぎよう、されている。種付け料は$16,505。2009年には初年度産駒が誕生した。また、同年の3月からは、アルゼンチンのエルマリン牧場でも半年間のシャトル種牡馬として、つなぎよう生活を送っていたが、2010年の秋にウォルマックファームへ帰国した。北米における種付け数は2008年が120頭だったが、受胎率が低く、2009年57頭、2010年32頭、2011年41頭と低迷している。初年度産駒が大活躍すると増加に転じ、2012年134頭、2013年124頭となった。しかしその後低下し、2016年は38頭となっている。2011年に初年度3区がデビュー。その中からフランスの持ち込み馬として生まれたラブナースサムが3区初勝利を飾り、フッツ G3 カブール賞を制して3区重賞初勝利。さらにはフッツ G1 モルニ賞も制し、3区による G1 初勝利を挙げるなど、この年 G1 競争を2勝し、同年のカルティエ賞最優秀2歳牡馬及び、フランスの年度代表馬に選出された。これにより、出走頭数わずか1頭で2011年度のフランス2歳リーディングサイヤー及びファーストクロップリーディングサイヤーとなった。いずれも日本3馬としては初の快挙である。この活躍を受け、リファールなど数々の名手牡馬をつなぎをしてきた有力牧場のゲンズウェイファームに売却され、2012年から供用される。前所有者のウォルマックファームは種付権の最大保有者という形で関与していくことになった。その後も2012年には海外で種牡馬入りした日本調教馬としては初めてアメリカのグレードレース後に G1 競争を制する3区を出すなど3区はアメリカを中心に活躍している。日本にも毎年1、2頭の規模で3区が輸入されていて2017年2月12日、京都競馬第5レース3歳未勝利でゴールドハットが1着となり、日本での3区初勝利となった。2017年6月下旬からは、ブラジルのホリススプリングフィールドと、ホリスサンタ、リタダアセラで、シャトルシュボバとして、つなぎ用されていたが、2020年8月3日の現地報道で、種付け後に死亡したと伝えられた。ありがとうございます。